皆さんこんにちは、じゅんなです。今日はですね、じゃん、マースカフェさんへやってきております。なぜかというとですね、トレ東京5周年を記念して特別にアースカフェさんと今日はコラボアイテムを発表したいと思います。今日はこの日のためにいろいろ準備があるので、皆さんにね、これエトレ東京が3ヶ月にわたってプレゼント期間としていろいろなギフトをさせていただいてきたんですが、この企画が最後の企画となります。で、5周年のお祝いということで、今回はスペシャルな、もうエトレ東京だけのために準備してきたものになりますので、楽しみにこの動画最後までご覧ください。それではどうぞ。私注射始めました。複雑。私彼年下の男性フォーになるとアラとかじゃないわけよ、フォーだからこれが私の大好きなクッキーなんですけど、もうあと1個しかない今日も。これをよくね、帰りに買って帰ったり、あと差し入れとかで持ってくとすごい喜ばれるんですよ。なんで展示会のお土産とか人に会う時とかにも持ってきます。1枚ですっごい食べ応えがあって、チョコがゴリゴリ入ってるんです。わー、美味しそう。このなんかアメリカンなサイズがなかなかね、やっぱり日本のクッキーだともうちょっと薄かったり、ボリュームが穏やかなんですけど、ここの本当にゴリゴリしてる食べ応え満点なんです。じゃあ今日は待ち合わせしてるんで、花ちゃんとエミコのところへ行きたいと思います。それでは禁断の女子会を始めたいと思いますスタート食べるんですよ、ただ食べるだけ食べるだけただ食べるだけだから勢い、勢い、さあ勢いが大事だから。美味しそう。すごいボリューム、ね、わ、見て見て、これちょっと押さえてください。ご覧ください。あ、すごい、うまい。あれはどう、調子はどう。調子だってほら、ゆっくりさ、あんまり会社で話す時間がさ、そうですね、確かに。結構バタバタしてますね。そう、普段の話はできないですよね、あんまり。なんだってどういうことプライベートの、プライベートの一応話す機会はありますけど、こうやってちゃんと話すそうないじゃん、うん、そんなにね、うん、美味しい、パイパンケーキ、うん、うん、パンケーキ甘いのね、うん、甘いです、うん、でもこのなんかご飯のパンケーキ初めて食べてます、うん、すごい食べやすい、美味しい、うん、うん、甘いしょっぱい、本当だ、甘いね。エッグベネディクトってさ、うん、普通マフィンじゃん、マフィン、うん、あのパンが、うん、確かにそれがパンケーキだから食べやすい。塩くくるのよ。ワッフルも美味しくて、ね、ワッフルに生クリームドサーって乗ってて、ベリーとかうわーって乗ってるやつよく食べるんだけど、ジムの先生に聞かせられないこの話はこんなガッツリ言っちゃってるじゃないですか、うん、花ちゃんが27歳になりましたね。そうじゃん、誕生日だったじゃん、おめでとう。アラサーの仲間入りですよ。アラサーの仲間入りとかちょっと腹立つねごめんなさいごめんなさい。やっとウェルカム、やっとサーに近づいてきたわけね。やっと近づいたんです。やっと全然来ないなと思ってたえ、でもだって去年は26だったじゃないですか。アラサーは26からじゃないですか。なんかね、私なるときに調べたんだけど、調べたんだそんなこと、いつから仲間に入るんだろうと思って、はい、さあ27って書いてあった、それには。27なんだ。なんで、あ、27からじゃないと。でも繰り上げられてさ、もう次の桁に行く四捨五入って考えじゃない。いらっしゃい。違うらしいですね。そしたらアラフォーもすぐにじゃあそうだね。あ、いらっしゃい何かさ、自分にさ、ご褒美的なプレゼントみたいな買った。あ、まだ買ってないんですけど、うん、今買おうかなと思ってるのはあります。お、何カメラかジュエリーとか。あ、まあ、ジュエリー記念になるもんね。買おうかな。大人じゃん。アラサー的なそのお買い物としていいね、ジュエリーとかさ。え、もう物はさ、何か絞り込めて。絞ってます。ここのこれみたいな。ジュエリーは、まあ、募集する。花ちゃんが今欲しているの。テロップで。ジュエリーはお待ちしてます。ここまでみたいな。ローハーマンさんに売ってる、うん、インディアンジュエリー。うん。ボールの。うん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 。可愛いよね。やっぱずっと欲しいな欲しいなって思ってたんで、うんうんうん、それにし
うん、まあ、なんか GR とか、はい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 、と悩んでます。いいやつってこと？一眼レフじゃなくて、あ、違うんだ、ちっちゃいやつ。へえ、なんか純奈さんもカメラ、あ、そう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 、私買ったの4になるともうアラとかじゃないわけよ、フォーだからすごい最近言われるんだけど、フォーだからフォーともなると、なる、今日も持ってますよ、うん、フォーのお買い物は、はい、いや私ライカ、もともとライカだったけど、うんうん、もうちょっとパワーアップしまして、うんうん、なんかいたしました。9、大きくなってますよ。そう、前より大きい。でも単焦点だから、うん、あの何、寄りとかができないから自分でこの距離を見極めたり、まあ、撮ることをちょっと楽しむ方だね、こっちの方が。自分で寄りちゃんとやっていかなきゃ。驚いてますよホーキーが、オタクのホーキーが、オタクのホーキーがね、これ結構飛び降りる価格帯だから。え、そうなんですか。えっっていう、私もこれでも3年ぐらい悩んだもん、でカメラさ、私とかなんか本当に仕事でもさバンバン使うじゃんって思ってても、やっぱ3年ぐらい足踏みしてた。今のライカもあるしとか、ソニーも愛してるしいくらぐらいなんですか。いくらか聞いちゃう知りたい。え、本体80万ぐらいだったかな。飛ぶよね。そう、飛ぶよねそりゃ飛びますねなんかここのさ、滑り止め、これ重たいからカメラがさ、あのコロンと落っこちないように滑り止めとかつけてるんだけど、そういうこのパーツとか、うん、あのレンズ保護なんちゃらとかさ、はい、そういうパーツもさ、いちいちさ、うん、大人なお値段だから、この子それも追加すると、そう、この子ってさ、もうカメラに対してレンズ一発で、レンズが傷ついたらレンズ交換とかできないの、カメラごと変えなきゃいけないのって思ったらさ、保護製品買うじゃん。いや、でもその方が、ね、いいですよね。もう絶対この首からかけるようにしてるし、うん、怖くて。やっぱ4は違うねやっぱ4ともなったらサーが今買おうとしてるのはコンパクトだから、もっと手軽に行こうとしてるやつだね。私注射始めました。ここでは話せない。奥で、奥で、いいじゃない、シラフでは生きていけないってことこの世の中をシラフではやりきれないってなって、変な痩せ方しませんそれえ、痩せ方もいろいろ種類があるから、正しい方向へ大丈夫大丈夫、ちゃんと病院で、え、病院で注射ってもらってんの。そうなんですよ、なんかずっと広告で出てきてて、うん、追っかけ広告に追っかけ広告に当たってること、ダイエット系がすごい広告出てきてて、うん、でなんか一回体験行ったんですよ、うん、でそのなんか GLP-1 っていう注射なんですけど、うん、そう、GTO 的な黙るね、時代がごめんなさい、フォーが出てきた、ごめんなさいなんか痩せホルモンを注入するんですよ、うん、でそのなんかアメリカとかではもう肥満薬みたいな感じでもう認可下りてて、それが日本でやっと認可が下りて、お薬として、そうです、うん、痩せホルモンというかインスリンなんですけど、うんうんうん、だから糖尿病の方とか、はい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 、はい、でそれを注入すると、ね、満腹感がずっとあったりとか、うん、なんか痩せホルモンも増えるし、うん、代謝も上がるらしくて、だからまあ結果体重が落ちていくみたいな。それは努力しないで、そう、努力マッチだけで、お金お金で解決お金です。ミドルサートもなると、はい、痩せはお金で手に入れる。なかなか痩せないし、そう、え、それはさ、え、どれぐらいのペースで痩せれるっていうか、そんな、あ、でも打つタイミングは1週間に1回、うん、で痩せバディを手に入れられる。そうで、お弁当1つ食べれないって感じ。え、お腹いっぱいになっちゃうから、うミラコ見てミラコ、エミコが確かエミコがこのスピードか、そこの美味しさ、そう、ゆっくり食べれるし、だからお弁当も2回に分けて食べたりとか、うん、それって1ヶ月でどれぐらい、体重にしたらどれぐらい変われるの。でも私の担当の看護師さんは、うん、3週間目で6キロバン落ちたって言ってました。1、2週間そんな動かずに3週目でバン。この動画が出る頃にはもうエミコカリッカリっていう予定だからインスタライブに登場していただかないと。エミコさんどうぞえ、すごくない、興味津々です。そう、いくらぐらいですか。いや、私最初額見てマジで引きました。飛ぶ飛ぶ、全然飛び降ります。そう、アフターケアで注射12本とかついてるんですけど、うん、3ヶ月分130、100、
2台もう2台買えるところでございますので、ね、超えてきた、超超えてきた、超超えてきた、超のあれを超えてきた、しびれるね。いやだいぶしびれる。でもさ、もうどうやっても無理とかあるじゃん。やっぱりさ、もうジム通っても、そうそうそう、あの痩せるなんかサプリとか飲んでるのいっぱいやって無理っていう、そのもう最後だと思ってね。いや、そのやり方はいろいろあると思うけど、合うのってみんな違うと思うから、私はもう自分に合った形を探すのでいいと思うけど、大人になったら目に見えないのでお金を投資するんですね。そう、大人だよこれが。なるほどなるほど。物じゃねえ。物じゃない。物じゃねえんだ。でこれでなんかバッグ何個買えんだろうとか思ったけど。てかさ、このポテトすごい美味しいの。めちゃくちゃ美味しいです。ローズマリーがゴリゴリついてて。あ、ローズマリーだ。うん。うん、すごいさ、ハーブを楽しめる、うんうん、最近どう、最近どう、なんか出会いどうです皆さん。恋愛ですか。恋愛ですよ。恋愛どうなってます。恋愛どうなってますもんさ、会社でちょっとした時間に話せないからさ、うん、減りますよね恋愛。全然ない。減った。減りました。高校とかは、うん、たまにありますけど、うん、本当になんか楽しんじゃって酔っ払っちゃって、うんうん、とかあんまりないもんね。みんなでわーいってできる機会がさ、だから楽しいよね。ただそう、ただただ楽しくて、うん、なんかただただみんなで酔っ払って、そうなっちゃう、不毛になる。ただのあれ何もなかったねみたいな。そうそう、補修するしよう。こっち。みんな合コンさあ、さあはこちらみたいな。こうはさあ、さあはこちら、こう、おー、こちらとかないだろう。フォーは自己完結、自己完結しておりますんで。そうだそうだ、はい、自己完結したいな、ね、え、でも面白い出会いないの最近。恵美子は一番さ、面白い出会いは持ってそうじゃん、うん、なんだろう、やっぱ年下が増えますね。本当にそれはね、うん、本当に自分が年を重ねるとそうなるのよ、うん、なんかいいなって思った人もなんか年下、うん、え、あ、やっぱ年下なの。え、年下ダメ。ダメじゃないんですけど、良、うん、かったパターンはないかな。うん。あ、なるほど。結果なんか行けると思ったら、行、うん、けなかったです。私彼、あの年下の男性ですけど、可愛、ね、いって感じじゃないよ。それがいい、それがいいとかもない。友人。でもまあ居心地がいいってことですか。フラット、いいですね。もう私がずっとこうってなってるのとかも別に気に、もう気にならずみたいな。あ、ほっといてくれる。そうなんていうの、いい、もう、あの、あ、ただ今声かけちゃいけない時なんだろうなみたいな感じで、じゃあ向こうは本読んでますみたいな、なんていうのかな。え、じゃあかまってとかもないんですか。全然ないですね。むしろかまわれたくないぐらいの放置プレイ同士みたいな、程よく放置プレイみたいな、うん、それぐらいがいいよね。なんかもうニャンニャンする恋愛とかも嫌です。あ、そう。え、向いてそうなんだけど、ニャンニャンする恋愛に。いや、え、どう、ニャンニャンする恋愛はよく。え、でもその時間欲しくない、超ハードじゃん、なんていうの、仕事的にはさ、ね、だからなんかその時間を忘れられる時間も欲しくない。そんなことない。欲しいです。まあ、にゃんにゃんしたいかな。にゃんにゃん、でもまだね、欲しいでしょ。ちゃんくっついてたいタイプ。それはそうでしょうが。え、離れていたいの。いや、離れて。え、じゃあちょっとで手つなぐタイプ、うん、全然つなぐ。私肩組んじゃったりするかもしれない。そういう男前みんなとね、なんていうの、な、あの、あの、なんだろう、ガシッ、あの腰とか、あ、肩組まないか、肩組んだらやばい。え、でもスクラブ、スクラブ、マジでスクラブ。今日のデートは。え、でも手つなぐ、手つなぐ。青山とか表参道とか手つないで歩く。いいな。それない。最近つないでない。つなごうか。そうか、皆さんがじゃあ出会いがしんどいっていうことですね今。そういえばジュンナさん、クッキー、うん、アースカフェのクッキーめちゃくちゃ食べてました。そう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 、さっきね、入り口で来た時にもう紹介したんだけど、いつも食べてるクッキーがあるの。結構売り切れるぐらい人気で、チョコチップ、私チョコが大好きだからさ、チョコチップがゴリッゴリ入ってるの。今日は実はね、私がお願いをしまして、アースカフェさんに、エトレがもう5周年じゃない、はい、でその5周年を記念して、もう私が愛食してるこちらのクッキーをエトレの特別味で何か作れないかっていうのをお願いして、いつも来てるからっていうのもあって一緒に作ってくださるということで、一緒に作る、はい、今日はアースカフェさんと一緒に新しい味というかエトレ東京味を一緒に作りに来ました。なのでこの後
早速、みんなでトレ東京オリジナルの味を作りたいと思いまして、こちらは作っただけだとね、皆さんにもなんかこう旨味がないというか、せっかく作ったらぜひ皆さんにも食べていただきたいということで、この動画を今見ていただいている皆さんにも無料で、お召し上がりいただけるように、トレ東京から皆さんギフトとして、このクッキーをプレゼントさせていただきたいと思います。で、そのクッキーの味とか今これからね作ってご紹介していくので、次に見ていてください。で、ゲットする方法などは最後にご紹介しますので、そちらも最後に流すまいようにお願いします。それではどうぞ。じゃん、閉店後のアースカフェの店内へやってまいりました。ちょっと私もアースカフェの格好になってまいりました。どうでしょうか、ちょっと新鮮な気分でも、この T シャツ着たらなんかもう気分上がって、さあじゃあ早速先ほどもご紹介した、クッキーを一緒に作っていただくスタッフのお二人をご紹介したいと思います。コウさん、さゆきさん、来てください。はい、はい、今日はアースカフェのお二人に一緒にお手伝いしていただいて、エトレ東京オリジナルの味を一緒に作っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速作っていきましょう。はい、じゃあまずバターと砂糖を合わせます。はい、今日使う材料こちらに準備させていただいております。で、ちょっとこれも計量済みのものになるので、だいたいこれぐらい、これ今何枚分ぐらいの、今回お作りするサイズで大体30枚ぐらいは作れます。30枚分の量で、そうですよね、私こんな量のバター見たことないです。そうですね、意外と家庭がちょっと多い。そうですね、はい、30枚分の分量です。じゃあこちら、じゃあ早速やっていきましょう。はい、ブラウンシュガーとバターを、はい、いきなりこんな量いくんですか。いっちゃいます。でこれちゃんとポマード状に柔らかく、はい、柔らかく、はい、室温になってるので混ぜやすいと思います。はい、はい、いきます。ちょっとこんな量混ぜたことないか、自宅でもこんな量作る、私お菓子作り結構するんですけど、この量はなかなか、もうだってこの中に入ってしまいますもんね。これ合ってますか。はい、大丈夫です。バターが 200g なので、だいたい市販で売ってるバターが 200g サイズなので、ちょうどもう丸々いったスーパーで売ってるやつ1個分というふうに、もうブロック丸々みたいな。はい、これちょっと、これ私大丈夫でしょうか先生。大丈夫です、はい、ちょっとホイッパー一回、はい、このホイッパーの中に全員集結してしまいました。はい、あるあるです。これあるあるです、はい、あるあるです。これをやりながら自宅でたまに、はい、たまに落としながらこう、これいつもやってらっしゃるんですよね店内で。はい、いつもやる量は1回にどれぐらい作られてるんですか。これより全然大きいサイズで、バターこういう感じですか。900g。 毎日筋肉痛ですね。結構大変です。これだ、バター結構体力いりますよね。はい、一番手を焼くポイントですよね。はい、手を焼くとこだと思います。お家でやってたら、はい、あーってなるやつですね。でもこれが楽しいんですけどね。粘土こねてるみたいになってきました。だんだんまとまってくる、ね、まとまってきましたね。生地感で最後一度これを振り落として、うん、もう一度合わせると滑らかになると思うので、一段、はい、一回変わりますか。はい、はい、お願いします。一瞬ですね先生が混ぜたら、やっぱりいい感じですね。はい、結構本気でいくんですね。結構、はい、本気でいきます。そうすると早い。やんわりじゃなかった。こんな感じで、はい、白っぽくなるので、はい、はい、では卵を入れていきます。はい、ここにもう、はい、これはやりすぎると、あ、垂らしましたね。大丈夫です。こちらに今卵とバニラエッセンスが入っています。はい、これ一発で数回に分けて、3回に分けましょう。はい、はい、おー、はい、OK です。はい、はい、はい、行きます。もう愛情込めない。いや、もう筋肉痛になるかもしれました。腕がちょっと、この憧れの3分クッキング的な、そうです、この分量がちゃんと計量されてて、はい、バンバン行くっていう憧れのシーンですね。これすごい体力勝負で、次に粉を入れるんですけども、はい、ちょっと一回道具を使います。はい、はい、新しい武器を手に入れました。粉、はい、粉を半分入れます。
もう大体でいいです。はい。さっくり。さっくり系です。さっくり。さっくりですね。普段もうやってる手つきですね。そうですね。お菓子作りは結構やるんですけど、このさっくり混ぜとかをしっかり混ぜちゃうとベタってしたまずいのになるっていうのも何回か経験してます。もう うまいです。いうことないですね。次に。チョコレート。お楽しみが来た、はい、これは抑えてみてください。この日のために見てください。ミルクチョコ、ダークチョコ、ホワイトチョコが入ってます。全部盛りにしました。はい、もうチョコ大好きなのでチョコ全種類お願いして。これはもう販売してないんですよね、チョコ3種類。販売もう正直できないですね。ちょっとね、原価的な問題もあって。NG ですよね、はい。今回特別に。特別に3種類。とこっちの3種類のナッツ。これもないですよね、はい、3種類のお店だと1種類なので、はい、こちらも原価的にもお店では販売できないです、はい、立派なくるみとペカンナッツとアーモンド入ってます。こちらをまず砕きます、はいはい、ご家庭に多分ジップロックとかあると思って、はい、こういったもので、うんはい、どんどん綿棒でどんどん、はい、きます。いい感じに砕いてますね、あんまり行っちゃうとね、はい、もったいないから歯ごたえをね楽しみたいから、はい、そうです、そうです、はい、でザバッといっちゃってください。このまま、はい、ゾウ、うわこれはなんと贅沢なことでしょう。でチョコもいっちゃいましょう。こんなにチョコチップ入れたことないクッキーに。めちゃくちゃチョコ多い。チョコの量すごくないですか。いつももうでも普通に販売されてるのもすごいチョコ入ってますよね。うちの、はい、クッキーはチョコたっぷりです。私そこがもうここのクッキーの好きなところなんですよ。もうチョコをしっかり感じさせてくれるみたいな。あいいわ。密度、チョコの密度、生地に対してのないよ。こんな生地のどこに対しても具がいる。そうですね、はい、うわこれはあとそこまで混ざったら最後に残りの粉を、はい、そうだった、まだ粉を入れるんですか。はい、じゃあもういいですか、はい、入れちゃって。はい、これは具の後にこのパウダー入れる理由ってあるんですか。一回で入れちゃうとどうしてもムラが出ちゃうのと、うん、粉を入れてから実際あんまり正直こねたくないんですよね、うんうんうん、小分けにしてなるべくその粉をこねる回数を減らしたいという。なるほど。いや今回は本当にでもなんでこのクッキーをお願いしたかったかって、私よくあのクッキーだけを買いに来たりもしますし、打ち合わせであの使わせていただくこともよくあるんですよ、この場所自体を。でその時にやっぱりこのクッキーが誰に渡してもいつもお土産とかで持って行っても美味しいってみんなに言ってもらえるんで、なんかこう5周年でエトレ東京のお客様に何かこう感謝の気持ちを伝えたいって思った時に、自分がやっぱり普段なんか好きだって思うものをこうシェアしたいって思った時に、あのクッキーって思って、はい、今回いや OK 出ると思わなかったのでまさかっていう感じなんですけど、はい、いやもう本当になんかなので本当に私があの心から日頃大愛よ、愛用っていうの愛いしているこのクッキーを皆さんにお届けできるっていうのは本当に喜びです。でなんか今回レシピもね実は公開していただけるということで、あの皆さんねあのご自宅でもこの味一回気に入っていただいたらぜひね作っていただきたいなと思っております。レシピも公開するなんて太っ腹すぎる。はい、もう今日は特別に、はい、はい、でこれはここでしか今回ねちょっと最後にご紹介はするんですけれども、あのここでしかあのいただけない、食べてこれを届けられないという場所があるので最後にそれはご紹介しますね。でいかがでしょうか。こんな感じでもうバッチリですね。いい感じです、はい、できてきました。大事な種、はい、できました。できました。はい、混ざりました。でこれを1回冷やします。冷蔵庫で2時間冷やします、はい、2時間も冷やすんですね。そうですね、ここでしっかり冷やさないと、うん、あのクッキー生地が休まらないので、冷やすのも美味しくなる秘訣です。うん、お好きな色。寝ます。クッキー寝ます。ということで2時間、あっという間でしたね。あっという間でしたね、はい、遊んでた、はい、一瞬でした。じゃあ早速
ってみたいと思います。はい、オープン。いや全然変わってないビジュアル。ビジュアルはそのまんまですね。はい、でも色が濃くなったっていうか生地の色ちょっと濃い感じになったような気がします。そんなことないね。そうです。落ち着いて色味が抑えられたのかな、うん。はい。じゃあ早速向こうへまた移動して続きを作っていきたいと思います。はい、続きはこれを、うんうん、かたどっていく。丸めて分割して丸めていきます。はい、皆さんのお口に入るサイズです。はい。はい、今回は1個 30g で分割します。はい、端から取っていって、はい、これぐらいですかね。24、29、30ぴったり。はい。難しいですね。丸めてください。はい。はい、あ結構硬い、頑固。いっぱい入ってるからすごい。そうですね。ジョリジョリ感じ。どれぐらい潰しますかこれ？あもうまん丸で。まん丸の状態？まん丸の状態ですもん。お家でやるとき結構潰してしまいがち。これ結構生地が伸びるので、はい、まん丸にしたぐらいでもうちょうどよく。これで。はい、もうそれで。そうなんだ。はい。はい。じゃあこれをオーブンに入れていきます。はい、早速お願いします。はい。ワクワクキッチンへ。初のキッチンへ。これ本当は秘密の空間ですから皆さん。もう家庭用とかで全然違うから。そう、業務用のオーブンに。はい。170度。すごいいい香りも17分ぐらい、はい、はい、あっという間ですね、はい、寝かせる時間より短いんですね。焼き上がりはあっという間です。わーわー、じゃん、出来上がりました。完成。おいしそう。もう香りがすごい立ち込めておいしい。まあ、いいですか早速できたてほやほやを。ちょっとじゃあ2人もぜひ一枚ずつ、はい、ちょっとプロ のご意見もいただきたいので、はい、いただきます。私の全部盛りいただきます。うん、あふわふわ、うん、バッチリいただきましたシェフに。うん、おいしい。見て見て見て、チョコがもう半溶け状態。今出来たてだからチョコがちょっとツヤツヤしてるの見えるかい？でもサクサク。これ混ぜ方が良かったからね。そうですね、もうそういう証拠ですね。いやこのサクサク感が私アースカフェさんのクッキーのすごい好きなところ。嬉しいです。サクサクエンゴロゴロいつも作ってるのと。どうです大丈夫、踊りない？はい。こんなに詰め込んだからちょっと固まるか心配だったんですけど、もうこのままお店並べてももう全然おかしくないです。いただきました。はい、そしてここからがお待ちかねの、じゃん、この日のために作りましたエトレ東京とアースカフェさんのダブルネームのボックス。これ何のためにあるかというと、実はですね今回のこのクッキーを、このビデオが公開されている本日5月25日の翌日、明日からエトレ東京にてお買い物いただいたお客様に、店頭でお買い物いただいたお客様、それからオンラインストアでお買い物いただいたお客様の、ショッピングバッグ、ボックスの中に同梱させていただきます。これはもうエトレ東京からのギフトなので無料でお届けさせていただきたいと思います。おめでとうございます。おめでとうございますなの。ね、でも今回のために本当に特別にダブルネームのボックスと、このダブルネームのステッカーのついたこちらの袋にこのクッキーを詰めてお届けします。ありがとうございました。もう2人のお力添えのおかげ、一緒にすごい考えていただいて、今回もナッツいっぱい入れたいとかチョコいっぱい入れたいとか、売ってるようなのじゃないやつがいいっていうので、はい、特別に考えていただいたので、今回はこれを皆さんにぜひご自宅で召し上がりいただきたいのと、プラス今回ご好意でこのレシピを公開していただけるということで、もうこの今回作ったこのレシピ載せますので、ぜひご家庭でもこれ気に入っていただいた方は、ね、作っていただきたいなと思います。で日頃ねアースカフェさんに他のフレーバーのもの味のものだったり、あと他にもね私が大好きなショートブレッドとかね作られてる他の美味しいお菓子もたくさんあるので、気になるという方はぜひそちらもチェックしてみてください。はい、という感じで今日はこの辺で終わろうかなと思います。お二人とも本当に今日はありがとうございました。
しかったよと思っていただけたらいいねボタンと、いやもうこれはね今日のは絶対にいいねボタンですね、はい、いいねボタンとチャンネル登録の方忘れずにお願いします。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。